将が桶狭間、厳島の戦いと並ぶ戦国三大奇襲の一つでございます。時に天文十五年、十倍もの敵兵に囲まれた川越城を守るべく、北条家当主北条氏康は一か八かのどでかい奇襲を仕掛け、見事勝利をつかみました。さあ皆様、その様をとくとご覧あられますが、よろしくお願いします。Yeah!